be putting like maybe $50 off that. So it will be. はい、おはようございます。浩平です。はい、本日の動画はですね、ちょっとどうしても、言っておきたいことが、3つほどあって、まあ、今後のためにも、それでね、動画を撮っております。まず一つが、まあ、僕がね、YouTube ちょっとどうやって、撮ってるかっていうところ、まあ、それと、2つ目、まあ、ちょっとね、こちらの犬との、まあ、関係性とか、まあ、僕の思い、もともとね、一つ多く心配していたことをですね、まあ、それを言いたいのと、まあ、あとね、まあ、それを含めた、まあ、ちょっと今後のことなんかもね、お話ししたいと。はい、でね、まあ、まず一つ目なんですけれども、まあ、どうやって、撮っているかっていうと、まあ、人にとってね、YouTube やる人、まあ、人によって変わると思うんですが、僕は、まあ、仕事のね、どちらかというと合間に、結構撮るっていうのでやってるんですよ。まあ、今ちょっと時間入った時に撮れるという時。ほんで、撮ってもね、そのすぐに出せるっていう動画は、まあ、結構少ないんですよ。出したいとは思うんですけれども、そんなに編集とかしてないチャンネルではあっても、まあ、多少はやっぱまとめたりとかもしないといけないんで、ちょっと時間がかかるんですよね。で、この前、日本に帰った時に、ちょっと気づいたんですけど、まあ、視聴者さんからね、まあ、お声かけてもらうことも、まあ、僕もたまにあって、あれ、今日本ですかとか、まあ、言われたりして、というのは、日本に帰ってる時はまだアメリカの動画が、いる時の動画が上がってて、で、日本に帰ってから、まあ、アメリカに戻る頃に、結構日本に戻ってきたっていうようなね、動画を上げてて、で、結局、まあ、長いとね、2週間とかそれぐらい動画撮ってから、まあ、かかっちゃう時もあるんですよ。でして、まあ、全部がね、まあ、なるべく早く出そうと思うんですけれども、全部が出してないということなんですよね。で、まあ、僕、で、ここ最近は、ちょっと立て続けに、まあ、こちらのね、まあ、犬に関して動画パンパンパンと連続で上げたんですけれども、まあ、それもちょっと理由があって、まあ、すごくこっぴどく怒られましたっていう動画を上げて、まあ、多くの方、コメントもらいました。でも、まあ、その時にはもうすでに、上がってる時には、ね、僕の手元にもういるんで、ちょっと複雑な、気持ちでもあったんで、それでね、ちょっと予定より早く、まあ、出したということなんですよ。まあ、基本的にはね、スパンとしては、撮った動画があって、それを、まあ、できるだけ早くまとめて、まあ、3日とかね、4日に1回ぐらいで、まあ、予約、まあ、タイマーといいますか、そういう予約設定ができるんですけれども、まあ、そういうふうにしてね、まあ、やってたということなんです。はい、2つ目なんですけれども、はい、まあ、僕のね、まあ、犬、こちらの犬に関する、まあ、今のね、その気持ちとかも兼ねて言いたいんですけれども、まあ、僕もね、こう、犬と一緒に、まあ、今は1年間ほどいなかったんですけれども、まあ、YouTube とかね、撮ったりしてれば、まあ、いろんなことを、まあ、たまにですけど、言われたりするわけです。まあ、僕、浩平のやってることは、動物を虐待しているのと、犬を虐待しているのと同じだと。この人は虐待者だとか、まあ、そうやって言われることも、やっぱあるんですよね。まあ、その人はただ僕をちょっとアンチ的に言ってやろうかっていう人もいるし、中には、本当にそう思って言ってる人もいるかもしれない。まあ、定義ですよね。その、まあ、愛、犬に対する愛、まあ、その定義、まあ、人によっては変わってくると思うんですけれども。まあ、僕のね、今ちょっと現時点、自分自身のことを客観的に見て言うと、確かにね、借金というのは、まあ、結構普通の人よりも、まあ、かなり多いとは、思います、で、そんな中、まあ、犬を飼うという、決断を下して飼っているわけです。で、人にとったらね、まあ、確かにこういう考え方もあるとは思うんですよ。いや、お金にね、やっぱり余裕があったり時間に余裕ある人が犬を飼うべきだとか猫を飼うべきだとか、そういうのも、まあ、あると思う。まあ、そういう人が、まあ、確かにベストなことは間違いない。で、自分自身も、まあ、ちょっと借金って言っても普通の人とは、ちょっと違う借金と言いますか、ちょっと投資的な部分もあるんで、それと、まあ、ちょっと回復の見込みが、一つずつ立ってきたということ。まあ、時間はかかるんですけれども、まあ、僕もね、まあ、そんな若いってことはないかもしれないけど、その年寄りでもないんで、
まだ十分立て直せる、カバーできる、まだこれからやれるっていうところもあるしっていう思いでね、最終的に、決断を下したと、買うということを決めたわけです。確かに自分のねお金のことを考えれば買わないという選択肢の方が絶対にいいことは、これはもう間違いない、これはベストだと思うんですよね。でも自分の中でこういう気持ちもあるんですよね。僕は、この YouTube チャンネル、お金のことについて結構発信してて、それに関して興味を持って見てくれる人も多いと思う。どうしたらお金が増えるかとか、どうしたらお金を守れるかとか、そういう人も多いし、僕自身も増やせたらいいな、そして見てる人の多くもそう思ってると思う。でも心の中に、自分の中でこういう気持ちもあって、人生お金だけじゃないという部分もあるんですよね。心のどっかにそれがあって、それは何かっていうと、その幸せ、お金に変えられない幸せ、自分自身死ぬまでお金だけ追いかけたくないという気持ちが絶対的にこれはあって、で、犬とか猫とかっていうのは、それ以上、それは子供、お子様とか子供にしてもそうだと思うんですけれども、それ以上に変えられないもの、その先にあるもの、それがあると思ったから、そういう気持ちが、勝った。そして自分自身も、仕事とかね、まだまだ頑張るぞという気持ち、頑張りたいという思いからね、引き取ったっていうところも、引き取ったっていうところがあるんですよね。はい、最後にね、3つ目なんですけれども、今日ね、この次の動画とか次の次とか、それも全然決まってはないんですが、最初にもね言ったんですけれども、僕のこの出す動画って結構前に撮ってる、撮ったやつを後に出してるとかもあるんですよね。で、ソロだと、犬のことにね関して全く喋っていない動画とかもあるわけですよ。でして、僕思ったんですが、自分のねこの YouTube チャンネル、全然その有名チャンネルとかもちろん思ってない、自分でそんなこと思ったことないですし、実際そうでもないんですけれども、中にはね、それでもこういったチャンネル、弱小チャンネルと言いますか、こういったチャンネルでも、すごく真剣にとか、見てくださってる方も何人かはやっぱいらっしゃると思ったんですよね。で、そんな中、急にいなかったり、後ろのぬいぐるみがポツンといたら、ちょっと心配になる人もいると思ったんで、ただね、そうじゃないんですよと、ちょっと時系列的に、ちょっとおかしいところもあるんですが、その辺はね、ちょっと了承してくださいということです。はい。はい、でね、最後に、もう一つだけ言うと、あとちょっとコメント欄、今動画撮ってる時点では、この動画に関しては、初めて病院に行きましたと、ワクチン打ってきましたという後すぐ撮ってるんですけれども、ちょっとコメント欄見たら、やっぱ名前の項をすごく、やっぱ名前ですよね、気になってる方とかも多いと思うんですよ。で、今もうこの家に来てね、一応1週間は経ってるんですよね。で、僕もちょっとバタバタしてる中、決めないといけないとは思ってたんです。思ってて、一応、ジャックとか、ハンクとか、エースとか、いろいろ考えてちょっとコツコツ呼ぶようにはしてたんですけれども、全く反応せず、あと嫁もあんたネーミングのセンスなさすぎとか、結構言ってまして、で、やっぱりね、ゴールドで、一応やっぱゴールドっていうのはね、今は寝てるんですけど、反応が一番良かったんですよ。ゴールドっていう、前の飼い主が呼んでた名前でも、ちょっとそれで呼び続けるのもなんか引っかかるなという部分もあって、で、コメント欄でいいなと思ってたのが、そのピーナッツという犬を僕は飼ってたんで、その流れか分からないですけど、マロンとか、アーモンドとか、あとカシューとかあったかな、そういうのもいいなと思ってるんですが、今のところはね、ちょっとゴードというふうに読んでます。ちょっとね、変えれたり知ったらちょっと僕も嬉しいところはあるんですけども、本人が一番それが
あ、ゴードって呼ばれてるんだなと思ってるんで、今のところはね、それで呼んでるというところです。はい。でね、一応、あと最後にもう一つ、まあ、昨日の夜ね、アメリカの、まあ、ペットショップといいますか、ペット用品がね、いっぱい売ってる、まあ、ペットスマートという、お店に行ってきたんですよ。うん。で、それもね、ちょっといろいろ理由はあるんですけれども、まあ、一番はね、そのドッグトレーニングをね、の相場とかをちょっと見に行ったんですよ。まあ今ね、ちょっといいところしか僕も動画撮ってないんですが、まあ、中にはね、ちょっとやっぱ問題ないことも、ないんで、ちょっと早めにトレーニングとか、これは必須だなと思って、もう出し惜しみ、ここでね、お金はケチれないと、これに関しても思ったんで、もうその場でね、一応ドッグトレーニングの、まあ、予約をしてきたとこなんですよ。まあそれもね、その理由なんかも、まあ、またちょっとおいおい話していきたいとは、思っています。はい、まあその様子なんかもね、まあ普段の動画と一緒にまた撮っていきたいと、思っております。